一般財団法人放送会は法律の調査研究及び法律実務の進歩発展を目的とする機関である。法務省、最高検察庁、弁護士会館、東京高等、地方、簡易裁判所合同庁舎などと同じ区画に位置する放送会館に入居している。役員には幹部裁判官、幹部検察官、弁護士など現役の放送三者が名を連ねるが、 組織としてはあくまで民間団体である。また、役員は原則無報酬である。最高裁判所の公式の判例集である民衆、及び刑集に掲載された判例については、事件を担当した最高裁判所調査官が解説を執筆し、放送会の発行する、月刊誌放送時報に最高裁判所判例解説として掲載されることが、慣例になっている。これを、 調査官解説とも呼ぶ。その他にも、司法研修所や法務総合研究所が編纂した、要件事実、刑事事実認定等の教材を、数多く出版しており、放送会の出版物は、法科大学院生、司法修習生などに広く利用されている。放送会決議、応答は戦争のため応召したるものの復権に、関する件、百四十三年。 2013年に財団法人となった時の代表理事はいずれも、元最高裁判所勤務の裁判官、島田次郎、長野厚郎、東京都千代田区霞が関一の一の一に所在し、放送会が管理する社交場である。放送会が発行する書籍の販売所のほか、レストランや祭事場があり、一般の利用者でも結婚式や宴会の開催が可能である。 第2本帝国憲法下1908年に寄付行為が規定されてからは会長には大審委員長、副会長には検事総長が当てられた。日本国憲法下会長には最高裁判所長官、副会長には検事総長が当てられた。2008年頃からは会長、副会長は理事会が選定する方式になり、以来は会長は 元最高裁判所長官の竹崎広重副会長は元検事総長となっている。ありがとうございます。